はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、本物そっくり工具型チョコレート。こちら神戸フランツというお店のチョコレートなんですけれど、何やらね、全体的に非常に高級な感じのスイーツが並んでますね。例えばね、これですよ、神戸魔法の壺プリン、すごく可愛らしくて美味しそうですよね。あとはこれ、神戸半熟チーズケーキプレーン、半熟美味しそうですね。で、その中でも僕が今回買ったのがカーマニアセット V6 っていう商品なんですよ。まあカーマニアってことでメカ好きの方に贈りたいチョコレートですね。じゃあ早速開けてみましょう。オープン。はい、あーまだね、まだ来ないわけですね。おー、すごいこれ。いやー、これはすごいですね。何このクオリティ。まずはこちらなんですが、まあ一般的にはモンキーレンチとか言われたりしますよね。これ回すやつね、くるくるくると回すとこうクーッとこう動くやつですよね。さすがにね、重さはまあチョコレートなのでそんなに重くはないですね。ただこの細かい部分までしっかりと再現されてますね。これはすごいね。そしてこちら、まあこれはペンチですかね。まあさすがにチョコレートなんでね、こう開くってことは無理なんですけれど、ほらペンチ特有のこのギザギザ、ここのあたりすごい細かいんですよ。本当に今にもこうね、使えそうですよね。こちらはまあレンチとかスパナとかありますね。これもすごいな。なんか番号とか入ってて本格的だね。こちらはマイナスドライバーですね。これ使えんじゃないの本当に何これ、完璧だけど。これここはチョコじゃないんですね。これチョコだったらやばいなと思ったんですけど、これはなぜかチョコではありません。なんかね、ちょっと頑張ったら使えそうですね。これはラチェットレンチとソケットですね。通常これを使うときはこう組み合わせて使うかと思うんですが、こういうことですよね。これはまる、うわ、ちゃんとはまりますね。すごい。でこうやってこういう感じだよね。僕も自分の車これで調整しようかなと思いますよ。A、はい、っていうラインナップなんですけれど、このドライバー、なんでここがチョコじゃないか意味が分かりました。なんとですね、こちらホットミルクです。これに溶かして使うらしいですね。だから持ち手がここ溶けないようにプラスチックになってるんですよ。よく考えられてますね。じゃあここでこういう風に、こういうことですよね。こうやってチョコを溶かしていくわけだ。あー、もったいない。はあ、あとちょっと。はい、溶けましたね。それではホットチョコレートいただきます。うまーい。あー美味しいね。甘すぎず濃厚で非常に美味しいです。このホットチョコレートを飲みながらさらにこのペンチを食べるっていうね。ペンチいただきます。口どけは意外と滑らかですね。ペンチだから硬いのかなと思うんですけど、結構滑らかに溶けていきます。まあそんな甘くはないですね。やっぱりこれもちょっと大人向けになってるのかと思います。なんかね、でもちょっと車好きな僕としてはですね、ちょっともったいないちょっと数日間冷蔵庫に入れながらちまちま食べたいと思います。まあね、これ商品名がカーマニアセットっていうぐらいなので、例えばプレゼントするとしたら車好きの彼氏さんとか、なんか普段仕事でこういう工具使ってる人とか、これいつも使ってるよっていう人にプレゼントすると喜ばれるかもしれません。ということで、またお会いしましょう。See you next time! 今日のことわざ。一筋縄で行かぬ。一本の縄では縛っておけず、何本も必要だということから、通常の手段では思うようにいかないことの例えです。一癖も二癖もある人や、極めて厄介な問題を扱うときに用います。まあ、面倒なことの例えですね。ではさらばじゃ。クリーパーをあえて挑発してみよう。おい、あ、来てるよ、ほら。クリーパー来てますよ。さあ、猫。猫、頼むよ。実力を見せてくれ。ああ、あ、あ、あれ帰ってった、クリーパー。かぶれますか？うわぁ完全もうハロウィンじゃないですか、これ。完全お化け見る。頭でかっ。